睡眠導入、馬娘育成の極意。初心者さんも安心、黄色のステータス目指して一緒に歩もう。こんばんは、馬娘トレーナーのみんな。今日はちょっと疲れたかな。夜空を見上げながら、ゆったりと耳を傾けてほしい。馬娘の育成、難しいと感じてる人も多いんじゃないかな。特に、あの金色に輝くステタス、なかなか達成できないもどかしさ、わかるよ。でも大丈夫！一緒にゆっくり、馬娘の育成の奥深さを紐解いていこう。まず、育成の基礎を理解することが大切。馬娘は個性豊かな女の子たち。それぞれ得意なレースや、得意なトレーニングがあるんだ。だから、最初に彼女たちの個性を見抜き、目標レースに合わせた育成プランを立てよう。例えば、目標レースが桜花賞なら、スピードと賢さが重要になるね。正気ステータスが低い場合は、トレーニングで重点的に強化していく必要がある。トレーニングは、得意なトレーニングを選んであげよう。トレーニングの順番も大切なんだ。早いうちにスピードを強化しておけば、後半のスタミナや根性のトレーニングにも役立つ。効率的にトレーニングを進めることで、短時間で目標ステータスに近づけることができるよ。そして、忘れてはいけないのが、サポートカード。サポートカードは、育成中の馬娘をサポートしてくれる、頼もしい存在。サポートカードには、様々な効果を持つものがあるので、目標レースに合わせて、最適な組み合わせを見つける必要がある。サポートカードの組み合わせは、育成の成功を大きく左右する。だから、いろんな組み合わせを試して、自分にとって最高の組み合わせを見つけてね。育成は、地道な努力の積み重ね。焦らず、じっくりと育成を進めていけば、必ず金色に輝くステータスを手に入れることができるよ。そして、育成中に疲れたら、少し休憩しよう。夜空を見上げながら、馬娘たちの頑張りを称え、自分自身のペースで進めていこう。馬娘育成、難しい。そう思った時、この動画を思い出してね。一緒に、最高の馬娘を育成して、レースで勝利を目指そう。さ、ゆっくり眠りにつけますように。おやすみ。馬娘育成の悩みを解決。優しい解説で、ぐっすり眠れる、馬娘育成講座。夜も眠れないほど、馬娘の育成に熱中しているあなた。ファイナルシナリオの攻略法がわからない。サポートカードの選び方が難しい。ガチャで引いた。星さん、馬娘の使い道がわからない。そんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。この動画では、馬娘育成の基礎から応用、そして、新シナリオの攻略法まで、優しく丁寧に解説していきます。難しい専門用語は使わず、初心者の子でも理解しやすい言葉で説明するのでご安心ください。まるで、優しいお兄さんやお姉さんが隣で語りかけてくれるような、穏やかな語り口調で進めていきます。難しい癖に疲れたあなたも、この動画を見ればきっとリラックスできるはずです。さ、一緒に馬娘の世界へ旅立ちましょう。1、馬娘育成の基本知識。まずは、馬娘育成の基本的な知識を学びましょう。育成の目的は、レースで勝利し、ファンを獲得することです。そのためには、トレーニングやレースでスキルを取得し、ステータスを強化していく必要があります。2、サポートカードの選び方。サポートカードは、育成を効率的に進めるための重要なアイテムです。サポートカードには、様々な効果があり、組み合わせによって育成戦略が変わってきます。この動画では、おすすめのサポートカードの組み合わせや、効率的な育成方法を紹介します。
3新シナリオファイナルズ攻略。新シナリオファイナルズは、主来のシナリオよりも難易度が高いですが、クリアすることで特別な星を獲得できます。この動画では、ファイナルズの攻略ポイントや、孤立的な育成方法を詳しく解説します。ようもこしさ、ウマ娘の活用方法。ガチャで引いた星さん、ウマ娘は、育成に役立つ貴重な存在です。しかし、どのウマ娘を育成すべきか、迷っている方もいるのではないでしょうか。この動画では、星さんのウマ娘の育成方法や、おすすめの育成プランを紹介します。高育成の効率化テクニック。育成を効率的に進めるためのテクニックを紹介していきます。例えば、トレーニングの順番や、メスの選び方など、ちょっとした工夫で、育成時間を短縮することができます。6よくある質問。ウマ娘育成に関するよくある質問に答えていきます。例えば、どのウマ娘を育成すべきか、ヤトのサポートカードを使えばいいか、といった疑問にお答えします。7、まとめ。この動画では、ウマ娘育成の基礎から応用、そして、新シナリオの攻略法まで、詳しく解説しました。この動画を参考にして、あなたも最高のウマ娘を育成してみてください。視聴者の感想。優しい解説で、初めてでも理解しやすかった。サポートカードの選び方がよくわかった。ファイナルズ攻略に役立った。眠る前に見ると、とてもリラックスできる。ウマ娘の育成が楽しくなった。など、多くの視聴者から好評を得ています。あなたも、この動画でウマ娘育成の悩みを解決し、ぐっすり眠れる夜を手に入れましょう。ウマ娘育成の深い考察、あなたの相場を最強に導くためのヒント。夜空にここと輝く星を見つめながら、静かな呼吸に身を委ね、心は穏やかに。今日のあなたは、ウマ娘の育成に熱中し、相場の成長を願う気持ちでいっぱいでしょう。でも、ふと疑問が、スタミナと根性、どちらを優先すればいいの？育成に最適な方法は、一体、何回育成すればいいの？これらの疑問は、多くのトレーナーさんが抱える悩み。でも、ご安心ください。この動画では、あなたの相場を最強へと導くためのヒントを、わかりやすく解説していきます。夜空の星が、静かに見守るように、あなたもゆったりとリラックスして、この動画の世界に浸ってください。育成の効率化、スタミナと根性のバランス。まず、多くのトレーナーさんが頭を悩ませる、スタミナと根性の育成。について、確かに、根性は一見不要に思えるかもしれません。しかし、それは大きな間違い。根性は、レッシュのスタミナ切れを防ぎ、最後まで走り抜くための重要な要素なのです。スタミナと根性のバランス。これが、育成の鍵を握る、重要なポイントです。スタミナと根性、どちらを優先すべきか。それは、あなたの相場の個性や、育成目標によって大きく変わります。例えば、スピード型で先行逃げ切りを目指すなら、スタミナを優先し、持久力をつけるのが有効です。一方、パワー型で後方から追い込む戦法なら、根性を強化し、終盤の粘り強さを磨くことが重要になります。育成の最適化、あなたの相場に合った戦略。育成の最適化には、いくつかの重要なポイントがあります。適切なトレーニング、あなたの相場の個性や目標に合わせて、トレーニングメニューを調整しましょう。スキル取得、レースに勝利するための重要なスキルを、積極的に取得させましょう。サポートカード、あなたの相場をサポートしてくれる、適切なカードを選びましょう。これらのポイントを意識することで、あなたの相場は着実に成長し、勝利へと近づきます。育成回線、
あなたのペースで。育成回数は、あなたの目標や時間によって異なります。全競技制覇を目指すなら、多くの育成が必要となるでしょう。しかし、楽しむことを忘れずに、あなたのペースで育成を進めていきましょう。終わりに、夜空に星がしわたたくように、ウマ娘の育成は奥深く、魅力的なものです。この動画が、あなたの育成のヒントになれば幸いです。ゆっくりと、大馬との絆を育み、共に勝利を目指しましょう。そして、夜空を見上げて、静かな夜に包まれながら、あなたの愛馬の未来を夢見てください。眠りに誘う、馬娘育成講座、初心者トレーナーのための優しい解説。こんばんは、トレーナーのみんな。今日はちょっと疲れたんじゃないかな。最近、馬娘の育成に熱中して、夜遅くまで頑張っちゃってる人もいるんじゃないかな。私もそうだよ。でも、毎日頑張りすぎると、心も体も疲れてしまうよね。だから今日は、ゆっくりとリラックスしながら、馬娘の育成について学んでいこう。馬娘の育成って、難しいな。そう思っている人もいるかもしれないね。でも大丈夫。私と一緒に、ゆっくりと、優しい気持ちで、馬娘の育成を学んでいけば、きっと、強い馬娘を育てることができる。嫌になるよ。まずは、育成の基礎知識から。馬娘の育成には、いくつか重要なポイントがあるんだ。いいし、これは、馬娘の能力を大きく左右する重要な要素だよ。いいしには、スピード、スタミナ、パワー、根性、賢さ、そして、得意な脚質など、様な種類があるんだ。スキル、これは、馬娘がレース中に発揮する特別な能力だよ。スキルには、加速、追い抜き、逃げ、先行など、様な種類があるんだ。トレーニング、これは、馬娘の能力を強化する、最も重要な要素の一つだよ。トレーニングには、スピード、スタミナ、パワー、根性、賢さ、そして、得意な脚質を鍛えるトレーニングなど、様な、種類があるんだ。これらの要素を組み合わせることで、自分だけの強い馬娘を育成することができるんだ。でも、具体的にどうすればいいの？そう思う人もいるかもしれないね。例えば、スピードが重要なレースに出る場合は、スピード因子を僕持つ馬娘を育成したり、スピード、トレーニングを重点的に行ったりする必要があるんだ。因子って、どうやって手に入れるの？因子を手に入れるには、フレンドから借りる方法があるんだ。でも、フレンドから借りることができるのは、1育成につき3回までなんだ。3回だけじゃ足りないよ！そう思う人もいるかもしれないね。でも、心配しないで。他にも、意地を手に入れる方法はたくさんあるよ。例えば、レースに勝利すると、意地を手に入れることができることもあるんだ。意地を手に入れても、どうすればいいの？意地を手に入れたら、育成中の馬娘に化粧させる必要があるんだ。化粧させるためには、まず、育成中の馬娘の因子レベルを上げる必要があるんだ。因子レベルは、トレーニングを行うことで上げていくことができるんだ。トレーニングって大変そう。トレーニングは、確かに大変な作業だよ。でも、トレーニングを行うことで、育成中の馬娘の能力を大きく伸ばすことができるんだ。どのトレーニングをすればいいの？トレーニングの種類は、育成中の馬娘の能力や、得意な脚質、そして、
目指すレースによって異なるんだ。例えばスピードが重要なレースに出る場合はスピードトレーニングを重点的に行う必要があるんだ。トレーニングって何回すればいいの？トレーニングの回数は育成中の馬娘の能力や目指すレースによって異なるんだ。でもトレーニングはたくさん行えば行うほど育成中の馬娘の能力は高くなるんだ。トレーニング以外に何かやることはあるの？もちろんトレーニング以外にも育成中の馬娘を強くするための方法はたくさんあるよ。例えばレースに出場して経験値を積むことで育成中の馬娘の能力を上げることができるんだ。レースってどうやって勝つの？レースに勝つためには育成中の馬娘の能力を最大限に引き出し戦略的にレースを進める必要があるんだ。戦略ってどういうこと？例えば逃げ馬の場合はスタートダッシュを決めて先頭に立つことが重要なんだ。逃げ馬ってどうやって育成するの？逃げ馬を育成するにはスピードとスタミナを重点的に鍛える必要があるんだ。育成って難しいな。そう思った人もいるかもしれないね。でも大丈夫。焦らずゆっくりと育成を楽しんでいけばきっと強い馬娘を育てることができるようになるよ。今日は馬娘の育成について基本的なことを学んだよ。これからいろんなトレーニング方法やレースの戦略を学んで自分だけの強い馬娘を育成しようね。ゆっくり休んで明日も頑張ろうね。おやすみ。馬娘育成で悩んでいるあなた、睡眠の入効果抜群。賢く馬娘を育成する方法、馬娘の育成楽しいですよね。でもなかなかうまくいかなくて悩んでいる人も多いんじゃないかな。特にスタミナと根性、この二つをバランスよく伸ばすのが難しいって感じる人もいると思うんです。私も最初はそうでした。何回も育成をやり直してそれでもなかなかうまくいかなくて、もうリタイアした方がいいのかな。そう思ったこともありました。でもそこで諦めちゃダメなんです。実は馬娘の育成にはちょっとしたコツがあるんです。例えばスタミナと根性を効率的に上げるにはトレーニングの順番が重要になってくるんですよ。トレーニングの順番、そんなの気にしたことなかった。そう思った人もいるかもしれません。でもトレーニングの順番によって獲得できる能力値が大きく変わってくるんです。例えばスタミナを効率的に上げるには最初にスピードをある程度上げてから次にスタミナを上げるトレーニングを行うのが効果的です。なぜならスピードが高い方がスタミナのトレーニングで獲得できる能力値が高くなるからです。なるほど、そういうことか。そう思った人もいるんじゃないかな。他にもレースの選び方やサポート角の組み合わせによって育成結果は大きく変わってきます。この動画では私が実際に試して効果があった具体的な育成方法を紹介していきます。そしてこの動画を見ればあなたもきっと育成で悩んでいた日から解放されるでしょう。リラックス効果のある音楽とともにぜひ最後までご覧ください。きっとあなたの馬娘育成がより楽しく、そしてスムーズになるはずです。馬娘睡眠導入教、育成の疑問を解決、初心者さんも安心の解説動画。こんばんは。馬娘の育成に悩んでいるあなた、
この動画では馬娘の育成について初心者さんから上級者さんまで誰でも理解できるような解説をしていきます。なぜ馬娘の育成ってこんなに難しいの？新シナリオの育成さっぱりわからない。因子ってどうやって集めればいいの？で、長距離育成するときのサポーカーどうすればいいの？そんな疑問をお持ちのあなたもご安心ください。この動画を見れば馬娘の育成についてきっと理解が深まります。まずは馬娘の育成の基本から説明していきます。馬娘の育成ではトレーニングやレースを通してステータスを上げていきます。ステータスにはスピード、スタミナ、パワー、根性、賢さ、そしてスキルがあります。これらのステータスをバランスよく上げていくことでレースで勝利できる強さを手に入れることができます。次に馬娘の育成に欠かせない因子について解説します。因子とは大家馬娘から受け継ぐことができる遺伝情報のようなものです。因子にはスピード、スタミナ、パワー、根性、賢さの5種類があり、それぞれにレベルが存在します。因子レベルが高いほどそのステータスに大きく影響を与えます。例えばスピード因子レベル5の馬娘はスピードステータスが非常に高くなります。因子レベルは大家馬娘のステータスや因子レベルによって決まります。そのため因子レベルの高い馬娘を親にすることでより強い馬娘を育成することができます。続いて育成シナリオについて解説していきます。馬娘には様々な育成シナリオが存在します。シナリオによってレースの種類や難易度、育成目標などが異なります。例えばグランドマスターズというシナリオでは1レースを勝利することが目標となります。一方新シナリオではストーリーを進めながら育成していくことができます。どのシナリオを選ぶかはあなた自身の育成目標によって決まります。最後にサポーカーについて解説します。サポーカーとはサポートカードのことです。サポーカーはトレーニングやレースをサポートしてくれるカードです。サポーカーには様々な効果があり育成を大きく採用します。例えばスピードトレーニングの効果を上げるサポーカーやレースで有利になるスキルを取得できるサポーカーなどがあります。サポーカーはガチャなどで入手することができます。育成目標やシナリオに合わせて適切なサポーカーを選びましょう。この動画では馬娘の育成の基本的な知識から具体的な育成方法まで解説しました。ぜひこの動画を参考にしてあなたも最強の馬娘を育成してください。そして馬娘の世界を存分に楽しんでください。ゆっくり休んで明日も元気に馬娘を育成しましょう。睡眠導入、馬娘育成で悩んでいるあなたへ穏やかな気持ちで最強馬娘を育成する方法。馬娘の育成って難しいよね。特に新シナリオはステータスをバランスよく伸ばすのが大変でなかなか理想の馬娘に仕上がらないこともしばしば。全競技全勝を目指したいけどなかなかうまくいかない。スピードと根性を伸ばしたいけどどちらを優先すればいいの？育成で上振れが来なくてなかなか強い馬娘が作れない。そんな悩みを抱えているトレーナーさんも多いのではないでしょうか。でも大丈夫。この記事を読めば穏やかな気持ちで最強の馬娘を育成できる方法がわかります。今回は馬娘育成で悩んでいるトレーナーさんに向けてリラックス効果の高い育成方法を伝授します。まるで優しい音楽を聴いているような穏やかな気持ちで育成を進められるテクニックを紹介していくので、ぜひ最後まで読んでみてね。
いち焦らないこと。それが一番大切。まず、大切なのは焦らないこと。馬娘の育成は、短距離や中距離、小距離など、様々なレースに挑戦できる楽しみがある一方で、ステータスを、バランスよく伸ばすのが難しいという側面も持ち合わせています。すぐに結果を求めず、穏やかな気持ちで、じっくりと育成を進めていきましょう。二、磯の馬娘像を目確にする。育成を始める前に、どんな馬娘を作りたいのか、明確な目標を持つことが、重要です。例えば、スピードとスタミナを極限まで高めて、短距離レースで勝利したい。根性と賢さを重視して、小距離、レースで勝ち抜きたい。すべてのステータスをバランスよく伸ばして、どんなレースにも対応できる万能な馬娘を、作りたい。など、具体的な目標を設定することで、育成の方向性が定まり、迷いが減ります。3、サポートカードの組み合わせを屈する。サポートカードは、馬娘の育成に欠かせない存在。適切なサポートカードを選ぶことで、育成を効率的に進めることができます。例えば、スピードとスタミナを重視するなら、スピードとスタミナを上げる効果を持つサポートカードを組み合わせるのが有効です。また、根性と賢さを重視するなら、根性と賢さを上げる効果を持つサポートカードを組み合わせましょう。サポートカードの組み合わせによって、育成の効率が大きく変わるので、いろんな組み合わせを試して、自分に合った組み合わせを見つけてみてね。4、育成イベントを意識的に選択する。育成イベントでは、馬娘のステータスやスキル、ハンレベルなどを上げることができます。イベントを選択する際には、育成目標を意識して、必要なステータスやスキルを伸ばせるイベントを選びましょう。例えば、スピードを重視するなら、スピードアップイベントを選択したり、賢さを重視するなら、賢さアップイベントを選択したりするといいでしょう。5、休息も大切。育成に集中しすぎて、疲れてしまうことも。疲れているときは、無理せず休憩を取りましょう。音楽を聴いたり、散歩に出かけたり、好きなことをして、リフレッシュするのがおすすめです。6、楽しむことを忘れずに。馬娘の育成は、楽しむことが一番大切。レースに勝つことだけが目的ではありません。好きな馬娘を育成し、彼女たちと共に過ごす時間を楽しみましょう。7、穏やかな気持ちで育成を楽しむ。この記事を読めば、きっと、あなたも穏やかな気持ちで育成を楽しめるようになるでしょう。焦らず、自分のペースで、磯の馬娘を育成してください。そして、育成を通して、馬娘の世界をもっと深く楽しんでくださいね。ロミュ、馬娘育成の悩みをイエス。優しい解説で、明日も頑張れる。こんばんは。そしてお休み前のあなたへ。今日は馬娘の育成で、ちょっと悩んでいる。そんなあなたに寄り添いたいと思います。ゲームの世界では、最強を目指して、どうしても効率的な育成方法や、最強の組み合わせを探してしまうものですよね。でも、地には息抜きも必要です。疲れた体と心を休ませながら、一緒に馬娘の世界を楽しみましょう。なぜクラスの馬娘育成が、当たり前のように、馬娘育成中に一旦を削って、どうしても、ランクも作れません。殿堂入り馬娘の競りについて、馬娘の化粧って、どうやってするんですか？育成で良い感じで上振れて、最後のトレーニングを迷っている。これらの気も、きっと、あなただけじゃないはず。です。
私も最初は同じように悩みました。でも焦る必要はありません。大切なのは楽しむこと。ウマ娘の育成はまるで自分の子供を育てるようなもの。個性豊かなウマ娘たちと触れ合い、イエスで勝利をつかむ喜び、そして時には失敗から学ぶ経験を落として、あなた自身も成長していくでしょう。今日は難しい育成理論や効率的な攻略法を置いておきましょう。窓の外を眺めながら、ゆったりと流れる音楽を聴きながら、一緒にウマ娘の世界に浸ってみませんか。例えば可愛いウマ娘たちのイラストを眺めて、彼女たちの個性や魅力に改めて気づいてみましょう。あるいはレースシーンを思い出し、あの感動を再び味わってみましょう。そして疲れた心と体は優しい音楽と穏やかな映像に包まれ、ゆっくりと休息へと導かれるでしょう。朝もまた新しい目標に向かって元気に走り出せるように。おやすみなさい。睡眠導入、ウマ娘育成の悩みを解決。優しい解説で、あなたも最強ウマ娘。ウマ娘の育成、難しい。そう思っていませんか。育成イベントの謎、ステータスの上限、ガチャの無料修練。ウマ娘の育成には、たくさんの疑問や悩みがつき、ものですよね。でも大丈夫。この動画を見れば、あなたの悩みはきっと解決するでしょう。まるで、優しい風が、そっとあなたの心を包み込むように、わかりやすく丁寧に解説していきます。眠る前に、ゆったりとした気持ちで、ウマ娘の育成について一緒に学んでいきましょう。最初の疑問は、育成イベントについてですね。なぜ、育成中にレースに出れるの？イベントって、誰を選べばいいの？育成イベントは、ウマ娘の成長に大きく影響する重要な要素です。レースに勝つためには、イベントをうまく活用する必要があります。でも、イベントの種類はたくさんあって、誰を選べばいいのか、迷ってしまう人もいるでしょう。この動画では、イベントの種類や選び方、イベントを攻略するコツなどを詳しく解説します。次に、ステータスについてですね。ステータスの上限って、どうやったら超えるの？金色になってるけど、一体どういうこと？ウマ娘のステータスは、トレーニングやイベントによって上昇します。しかし、ステータスには上限値が存在し、簡単に超えることはできません。でも、諦めるのはまだ早いです。この動画では、ステータスの上限を超える方法や、効率的なステータスアップの秘訣を紹介します。そして、ガチャについて、無料修練のキャンペーン、もうやらないの。ガチャって、課金しないと、良いウマ娘は引けないの。ガチャは、ウマ娘を育成する上で重要な要素の一つですが、課金しないと、良いウマ娘は引けない。そう思っていません。か、もちろん、課金すれば、強力なウマ娘を引きやすくなりますが、無料でも十分に楽しめる方法があります。この動画では、ガチャの仕組みや、無料でも強力なウマ娘を獲得する方法、効率的なガチャの回し方を紹介します。最後に、育成の効率について。どう頑張ってもまでしかいけない。育成の段って、キャラによって違うの。ウマ娘の育成には、効率的な方法があります。トレーニングやイベントを効率的に行うことで、より早く、より強いウマ娘を育成することができます。この動画では、育成の効率を上げるためのテクニックや、キャラ別の育成方法を紹介します。さ、一緒に最強のウマ娘を目指しましょう。この動画が、あなたのウマ娘育成の役に立てれば幸いです。そして、優しい解説と穏やかなに包まれ、リラックスした気持ちで眠りにつけることを願っています。おやすみなさい。睡眠後に、ウマ娘育成で悩んでいるあなたへ。
遅れしない育成の悩みを解決する方法。ウマ娘の育成って本当に難しいですよね。特にスタミナと根性を中心に育成しようとするとなかなかうまくいかない、上振れしない、そんな悩みを持つトレーナーさんは少なくないんじゃないかなと思います。私も始めた頃は何度も壁にぶち当たりました。あれだけ頑張ったのに偽装の馬娘に育たないもどかしさ、エスで惨敗する姿を見るために心が折れそうになることもありました。でも諦めずに色試していくうちに少しずつですが育成のコツがつかめてきました。例えばスタミナと根性を強化する育成ではスピードやパワーを完全に諦めるのではなく、ある程度は確保することが重要です。またトレーニングの順番やサポカの組み合わせにも実は大きな影響があるんです。例えば正気ステータスが高い馬娘の場合、トレーニング開始直後に得意なトレーニングを集中して行うことで効率的に能力を上げることができます。さらにサポーカーは単にステータスを上げるだけでなく、イベントやスキル取得のサポートにも大きく役立ちます。例えばライスシャワーならスピードと根性を強化するサポーカーを組み合わせることで彼女の持ち味である逃げの戦法をさらに活かすことができます。そして忘れてはいけないのが育成中に発生するイベントです。イベントの内容によってはステータスの上昇量や取得できるスキルが大きく変わることも。イベントを積極的に活用することでより効率的に育成を進めることができます。もちろん育成は運要素も大きいので完璧な育成を目指すのは難しいです。でも諦めずにコツをつかんで自分だけの最強馬娘を育成していきましょう。この動画があなたの育成の悩みを解決する一助になれば幸いです。そしてもしあなたが夜なかなか眠れないという悩みを抱えているなら、この動画の音声を聞きながらゆっくりと眠りに落ちてみてください。優しい音楽と私の穏やかな語り声があなたを心地よい眠りに誘ってくれるはずです。さあ一緒に夢の世界へ旅立ちましょう。馬娘イクセ、あなたはどこまで極めた？深い眠りに誘うイクセの奥義、馬娘プリティダビ、あなたはもうプレしているかな？あの個性豊かな馬娘たちと絆を深め最強のチームを育成していく、まさに夢のような義務だよね。でも育成って奥が深い。サポート稼働の組み合わせ、トレーニングのタイミング、レース戦略、悩んでいる人も多いんじゃないかな。私も馬娘の育成に夢中になってもう何時間もプレしているよ。でも正直完璧な育成って難しい。何度やっても偽装の結果が出ない時もある。でもそこで諦めてしまうのはもったいない。むしろそこからが本当の育成の楽しみだと思うんだ。例えばサポート稼働、みんなはどんな稼働を重視しているのかな？スピード、スタミナ、パワー、もちろん重要なのは間違いないんだけど、実は賢さや根性も侮れないんだ。賢さの高い馬娘はイエスで有利な作戦を立ててくれるし、根性が高い馬娘はどんな状況でも諦めずに走り続けてくれる。だから育成目標に合わせてサポート稼働を組み合わせるのも大切なんだ。それからトレーニング、これはもうまさに試行錯誤の連続だよね。トレーニングの種類によってステータスの上昇値が違ってくるし、タイミングによっても結果が変わってくる。例えば早いうちにスピードを強化すれば序盤のレースでは有利になるけど、後半はスタミナが不足してしまうかも。
知れない。だから、育成目標に合わせて、適切なトレーニングを、適切なタイミングで行うことが重要なんだ。そして、です。これは、育成の集大成。ニースで勝利するためには、戦略が大切。先行、逃げ、刺し、追い込み、どの作戦を選ぶかによって、レース展開が変わってくる。そして、作戦に合わせて、ウマ娘のステータスを調整していくことも重要なんだ。育成って、本当に奥が深い。でも、だから面白いんだよね。完璧な育成を目指して、何度も挑戦していくうちに、新しい発見がある。そして、その発見こそが、育成の醍醐味なんだ。さ、あなたも、一緒にウマ娘の世界を極めてみよう。そして、最強のチームを育成して、最高のレースを駆け抜けよう。あれ、眠くなってきた。それは、きっと、ウマ娘育成の深みにはまり込んでいる証拠だよ。さ、ゆっくり休んで、明日もまた、育成に挑戦しよう。